急遽決まって隠れました皆さんこんばんは。こんばんは。乃木坂46の猫舌ショールーム乃木坂ナンニャンバーワンが始まりました。水曜日は私たち乃木坂46がお送りします。今日のお相手は岩本蓮香です。よろしくお願いします。そして佐藤楓です。お願いします。はい、この番組は乃木坂46のメンバーが毎週いろんなテーマのナンバーワンを超個人的に発表していこうという番組で、はい、猫舌ショールームにちなんでニャンバーワンとなっています。そして初めてショールームをご覧になっている方はまず無料のアカウント登録をお願いします。はい、右下のツイッターマークを押してどんどん拡散しちゃってください。ということでこれから2時間お楽しみください。お願いします。ですね、まず最初はもうやるの？はい、うん、ドットってやりますよ。だってあ、待って、私何何大丈夫まだだった。大丈夫だよじゃあまず最初にもぐもぐタイム。イエーイ。この時間はショールーム猫舌ショールームの名物コーナーもぐもぐタイムをお届けしちゃいます。はい、今日私たちがいただくのはこれなんだろう。フルーツ美味しそう。フルーツゼリーだ。これゼリーだよ。ほら大好きこういうの。最高だよね。最高、今の気分ね。デンとか特にフルーツ好きだからね。はい、というわけでこれを食べながらゆるくトークしていこうというコーナーです。それではいただきます。いただきます。私前なかったけどこれ。あ、食べたじゃん。2人でもぐもぐタイム食べたじゃん。今年食べたって。こないだ一緒にやった時食べたじゃん。私最後に出たのいつ。これなんか冬のあれだっただよね。だ久しぶりだよね。あれだよ、相関図みたいなやつだよね。いつ、それ何月か。私それ以来出てないよね。年末年始。私それ以来今日、うん、レンカ前髪が長かった時。私レンカとしかやってないよね。うん、あ、そうそう。うちも前回たまみってやったんだけど、それ以外だったらほとんどデンってやってる。だよね。じゃあうちが、私はそれが最後だったのか。なるほどね。久しぶりだ。もうね、こうやっぱね、いろんなメンバーとやったらもっと楽しいんだろうけど、でもやっぱ仲いいからね。わかる。なんか素になっちゃうよね。ね、今日もさ始まる前忙しかったよね。バタバタだった。いや本当バタバタだったわ。間に合わないかった、ね、もう始まるっていうのにさトーク送んなきゃ。そう、2人ともトークと私はインスタのストーリーも上げなきゃいけないからもう時間が3分ぐらいでやってる、ね。うん、もう3分ぐらいでやっても蓮香なんてもう始まる直前にメッセージ書いててさ。遅れた結局。なんか遅れなくてさ、遅れたなんか電波があんまよろしくなかったのかわかんないけど届かんくてさ。よかったよかった。いただきます。いただきます。え、やばくないこれ。うわ、好き。待って、メロン求めてたこういうの。いただきます。やばいやばい、落ちる。やっぱ夏はフルーツだね。うん、トーク届いたようだって。どっちだろう、どっちだろう、わかんないけど、うちかな。私は予想蓮華。私は届いたか。あ、蓮華来たって。うん、うん、うん、あ、2人とも届いてるっぽい。あ、よかった。なんか私めっちゃ早いんだよね最近。うちも早い。マヤさんともやってる。最初の方はね、蓮華3連続ぐらいマヤさんとやってた。あ、やってたね。そう、でもここ最近はずっと出んだね。もうなんか同じ人とできないものかと思ってた同じ人ばっかりだからでもさ、うん、なんかさアンケートあったよね。1回アンケート1回来なかった。いや一緒にやりたい人みたいな。いや、あったかも。あったよね。あった。うち何て書いたっけ。1年前ぐらいにあったわ。猫舌ショールームを一緒にやりたいメンバー。え、やあった。めっちゃ前だよね。めっちゃ前。で、なんか、多分、特典の名前上げてなくて。私もね、そんな上げてないんだよ、ね。多分、なんか、長いから時間が2時間。うんうんうん。なんか、同期の方が話せるかなと思って。わかるわかる。同期がいい。
ね、と思いますって書いた。記憶記憶殿下じゃない、殿下で。殿下はね、古いよ、ちょっと。いや、殿下って言ったらさ、一瞬殿下っぽいもんね。ね。なんか伝わんないよね。そうそう。殿下でなんですよ。ハッシュタグ殿下でで。え、そう、本当にみんな覚えてね。みんなハッシュタグ殿下で。殿下でですよ。はい。本当にたまーにまだね、殿下の人いるから。殿下ってもういつ買っちゃダメですよ。もうダメですよ。うん。年会でで統一しましょう。メロン美味しい。メロンめっちゃ美味しいよね。うん、私さ北海道でさ、うん、めっちゃメロンあったじゃん。美味しかった。ケータリング。うん。1日目は確かさやちゃんのご家族から差し入れです。うんうん、メロン買って、うん。なんかカットされてんの、ちゃんと一口大にカットしてくれててケータリングの人が。うん、毎回毎回さ行くたびに取るから多分私一玉分ぐらいメロン食べた、ね、多分食べてるよ。しかもレンカと誰だっけ、玉美だっけ、うん、持ってきてって言ったからね。あ、そうそう、持ってった2日目。めっちゃ食べるこの子って思われてる多分。でも食べても食べてもケータリングに新しく追加されるから、無限なの。無限なの、無限メロンだ。だからバレない。そんな食べてない。バレない、バレない。全然バレない。食べて、もう一回取り行こうと思ったらもう、ね、もう埋まってるもんね。さっき取った穴が埋まってる。ああ。無限メロン編。やっぱ美味しかったな、メロンね。うん。メロンとイクラ美味しかったな。イクラご飯めっちゃ美味しかった。朝からイクラご飯なんて食べてさ。贅沢だよね。贅沢だよね。2杯食べた、いくら。うん。北海道からさ、1週間ってやばくない？え？そうなの？そうだよ。なんかもう日付のその感覚がないわ。なんか早いわ。だってもう、もうすぐだって仙台に行くわけでしょ？うん。宮城から帰ってきてあってすぐ行くでしょ、愛知。そう。なんだっけ、なんかの時もそうだったよね。広島と。広島と大阪だ。大阪。うん、大阪帰ってきてすぐ広島行ったよね。すぐ広島。だってもうさ、ずっとさ、ツアー中さ、玄関にさ、キャリーみたいな。キャリーね。そう。もうだってさ、入れるものってさ、洗濯したさ、リハギとかしかないからさ。わ、うん、かる。置きっぱだよね、ずっと。もうだって、お風呂で使うさ、こう、洗顔とかさ、うん、買えないじゃん。もう全部そんなに変わんないよね。わかるわかる。最初のさ、最初大阪だっけ？うん。大阪だけ大変だったけどさ、うん、それ以降準備全然時間かかんないの。ね、当日とかに準備して。そうそうそう。家出る1時間前から準備始める。間に合うよね、全然、うん。玄関にさ、ずっと広げてあるからさ、うん、狭くて通りにくいの。え、どうやって置いてんの？あ、縦に？広がっ、本当に広がってんの。え、横に広げてんの？うん。だから人が通るのがちょっと狭いんだよね。無理じゃん。ロン君通れない。これだ、久々にロン君に会った。ねえ、そうなの。結構久々だったよね。久々だったよね、お家来たの。うん。1年ぶりぐらいじゃない？そんな？そんなかな。でもアホみたいに言ってたからな。うん。行ったら大体朝まで泊まってるかも。でもちゃんとさ、夜帰ったよね、この前。うん。ちゃんと帰った。優秀優秀。優秀優秀。なんで帰ったんだっけ？ん？なんで帰ったんだろう、レンカ。なんか次の日なかったっけ？あったんだ。わかんない。そうだっけ？疲れたからなんで遊び行ってんのに遊んでんのに疲れないよ。ちょっとショックだわ。だよね、それショックだよね。疲れたから帰る、帰るわとか言って一生かわいそすぎる。ずっと座ってるだけなのにさ、ね、ソファーに何もしてないのに。
バロやりたいから。あ、そうだったかも。ゲームしに帰ったのかな。あー、そうなのか、わかんない、誘われてたのかな。次の日福岡だったからじゃない。そうだっけ、ライブ前だったんだ。そうだっけ、違う、北海道、違うな、福岡、違うわ。あ、ぜん、あ、そう、北海道の前入りだったんだ、次の日。お、前入りの日って朝早くなかったよね、でも。うん、準備するからか。うん、楽しかったよね、あの日ね。覚えてる、その日。あ、もう楽しかった。楽しかったよね。今日という日は絶対に忘れない。今日という日は絶対、本当あの日は一生忘れない。いや、もう一生忘れない。記憶に濃く残っている。いや、楽しかった。うん。美味しいもの食べて。ね、夏感じたよね。そう、夏を感じました。大阪のライブで何食べた？何食べたっけ？たこ焼き。ん？たこ焼き爆食いしたわ。そうだ、たこ焼きバカみたいに食べてた。そうだ。もうさ、最初だからさ。うん。そうだ、たこ焼き食べてたわ。2日間で、1日目と2日目で違うたこ焼き屋ね。ああ、そうなの。3日間なかった？3日間いなかったっけ、たこ焼きさん。初日もいたっけ？初日っていうか、うん、いた、リハの時いた気がする。いたっけ。3種類もあるんだって思ったもん。いたかもね。うん、食べてたな。本当に美味しかったよね。美味しかった。しかもさ、なんか 1回で4個くれるんだけど、うん、4個入りなんだけど、味もさ、いっぱいあったじゃん。そう塩とかね。そうだから、それを2セット頼んで2個ずつ4種類の味を楽しんで、そうそうそう、で、めっちゃ食べてんの。めっちゃ面倒くさくて申し訳なかった。これは何味でとか。私はソース一択。そうだよね、ソースが大好き。やっぱ粉物にはソースよ。ソースもいい。あ、ポン酢が美味しかった、ね。あ、ポン酢美味しいね。柚子ポン酢がめっちゃ美味しかった。トリュフ塩とかあったよね。なんで毎回こぼしたって聞いてくる人いるの。私が去年こぼしたから。なるほどね。こぼしてないです。美味しかった。お、食べた。私もちょうど食べ終わったね。ね、ん。美味しかったね。美味しかった。食べれないものが一緒なの、全く。すごい。私たちいつも梅にさ、子供じたって言われるよね。ねえ。では。あ、やばい。ん？あ、レノね。何こぼしたっけ？やばい。カフェラテ。あ、この人は宿題やってこないタイプの人。ちょっと一瞬話してて。分かった。なんだろうな。カフェオレか、カフェラテか。スイカとメロン、どっちも好きだけどメロンが好き。種がめんどくさいから。あ、でも久保がくれて大量のスイカ、あれめっちゃ美味しかった。美味しかったよね。ね、年単いつまで髪伸ばす。伸ばさない。別に伸ばしてるつもりないんだけど。 OK。 ツアー中切る機会がなくて。タイミング。おた？オッケー。じゃあ続きまして、はい。全国ツアー、真夏の全国ツアー2022序盤戦の思い出ニャンバーワン。イエーイ。この時間は現在絶賛開催中の真夏の全国ツアー2022も折り返し地点を過ぎ、後半戦に入るということで、序盤戦の思い出を一つずつ発表しトークしていきます。ツアーももう仙台、愛知、神宮で終わり？早くない？早いよ。長いのか早いのか分かんない。え、なんか最初の方は、うん、なんかめっちゃ地方回ってるなって感じだったけど、なんかここまで来るとなんか本当にあっという間だったなって思う。あっという間だよね、うん、去年よりさ2つ会場増えてる。ね、でもやっぱ2つ増えるだけで満足感全然違うよね。ね、楽しい。今年そう、ご当地のもの食べたり。じゃあ早速発表していきたいと思います。はい。序盤戦の思い出難しかったな。じゃあ早速
私の真夏の全国ツアー2022序盤戦の思い出はこちらです。早起きして市場。おもうこれはつい最近だけど、あれだよね、あれだよね。北海道でね、北海道は当日帰りじゃなくて次の日帰りだったんですよ、うんうん、でその次の日に帰るってなった時にその市場に行って、うんうん、楽しんでもいいよっていうことが ありまして、うんまあ、その代わりねだいぶ早起きしてだいぶねだいぶもう希望性だったもんね。そうそうそう希望性だったからそのライブの日よりも早起きして結構早かっただいぶ早起きしてでそしたら市場に行けるよっていうことで、うん、もうね早起きして行ったよね。頑張ったよね。いやもうほんと眠すぎてだから私さライブ終わった日さ寝たの3時半とかの、うちもうちももう終わったって思って、うん、めっちゃ眠かった。わかる本当になんかライブの日ってさめっちゃ疲れてんのにさ、うん、多分アドレナリンでさわかるわかるすぐ寝れないんだよね、うんうん、なんかなんかもうお風呂とか割と早めに入れたんだけど、うんうんうん、上がってからがもうなんか早く寝りゃいいのにさいろいろしちゃってさ分かる分かるアドレナリンでね、うん、もう熱があって全然寝れなかったんだけど、うん、でも頑張って起きました。早起き苦手なんですけどやっぱ市場行きたいじゃん、ね、せっかくだからだ、ね、そう北海道でね、うん、で美味しいあの市場ならではの新鮮なねあの海鮮丼とかお店に入って、梅と楓とね、うん、3人でお店入って私は大好きなマグロ丼を食べました。うん私はカニイクラ丼、うん、梅はウニ、そう梅ウニ大好きだから、あとホタテめっちゃ頼んだよね。やばかったよね。うちはでもホタテと丼だけどなんかお味噌汁とか頼んだよ。ホタテバターカニのお味噌汁焼きトウモロコシ、 めっちゃ食べるやんみたいな。ホタテバターめっちゃ美味しかったよね。でもさそうミニ丼だったの、うんうんうん、その普通のサイズもあったけどミニにしたからちょうどよくてね、うんうん、そうめっちゃ良かった。しかもなんかお腹いっぱいみたいになんなかったじゃん。なんかったちょうど良かったよね。でその後メロン買って、そう私もメロン買った中で食べました。美味しかった。美味しかったよね。いや幸せだった本当に。いや早起きも悪くないなって思ったよ。早起きは三文得でしたわ本当だよ。あの日に限ってはまさにそれだよ、うん、限ってのことですけど。お土産もさいっぱい買ったよね。そう私の大好きなね。届いた。え届いたよ。届いた。私も届いた。いくらめっちゃ美味しかった。私さいくらとさカニフレーク買ってたじゃん、うん、でさ届いてみたらさカニフレークが全然北海道産じゃなかった。えどこの。泣いた。どこのなの、うん、後で教えるわ。北海道じゃなかったんか。そう全然違ったの。かわいそうだな。それは泣いたよ。北海道にだったから北海道かと思ったね。ねえじゃあデンどうぞ、はい、私の、真夏の全国ツアー2022序盤の思い出はじゃん。スキロック。ああもうわかるわ。もうわかるわ私には。変化はわかるわ、ね。私はわかるよ。もういつも話してるから。あのね好きというのはロックだでのをまあ披露してるんですけど、うん、そのイントロの踊ってる途中に足を上げる振りがあるんですよ。うん、でまあ振り入れの時は全然もうこの真ん前ぐらいまででね半分ぐらい、うん、90度ぐらいでね。90度、うん、顔ぐらい、顔よりちょっと下ぐらい、お腹ぐらい、おへそぐらい、そうだね、なんか蹴るイメージなんだよ本当は。そう、蹴るイメージ。おへそぐらいまで足を上げるっていうね振り入れだったんですけど、それを山下がすごい足上げてたから、あ、カメラに抜かれてるから私めっちゃ足上げてんだよねっていう。言ってたから、うん、そのライブ映像終わってから送られてくるんですけど、それを見たら確かに教えられた時よりちょっと上がってて足が、うん、でそれをね3人で話してたりして、うん、だったらもうちょっと上げようよって思ってもうね最新の北海道のね2日目とかねもうここまでもうねチアしてんの一人だけチアチア
なんか私はその舞公演後にそこをまず見て止めてスクショして山下に送ったり蓮華に送ったりしてるんだけど、本当にそこが面白くて、マジで面白いマジで面白いし、なんか直前に直前にその足の話とかしてると、うん、山がそのことでいっぱいいっぱいになっちゃってその後の振り間違えちゃうの最初の方とかね、最初の方、イントロの方とか、うん、うちらはちょうどこう斜めなんだよね多分、そうそう、近いんだよね、山、蓮華、デンってなってるから見えるのよ、そうそう、山がで蓮華が変なこと言っちゃったからほんまでなんかあったね、ちょっとなんか分かんない動きしちゃってて、うん、もう申し訳ないなと思いつつもなんかパーがグーになっグーになっちゃったりとかね、もうね、あの振りって本当にややこしいんですよ、もう見てる以上に本当に難しいんですよ、でもう一個間違えるとついてきないぐらいの、うん、分かる分かる、もうレベルだから、うん、そう間違いがちなんですけど、うん、そのまださ回数もそんな踊ってるわけじゃないからさ、うんうんうん、体に馴染んでない部分とかも多分あるから仕方ないんだけども、うんうん、それがねもう面白くて面白くて、これから行く人ちょっと注目してほしい、注目してほしい、どこまですごいよ、今日はどこまで上がってんのかっていうのを見てほしい、だって、ね、抜かれてるからモニターでも多分見えるし、そうそう、うんうんうん、そう変わってなければね、カメラ割りが、ね、止めてスクショしたんだけどもう明らかに一人だけ違うの、本当にすごいよね、みんなそんな上がってない人だけここまで上がってるから、そう本当に靴がね見える本当好き、あそこあそこになるとさ私笑えてきちゃうもん、イントロです、イントロ、イントロ、イントロなんで、めっちゃ最初だよね、ウォーウォーのとこです、のとこシャン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 で本イントロ始まって、うん、ウォーウォーウォーですここ手上げた時が合図だ、ね、合図、次次です、そう手上げた次、そう分、うん、かる、もうイントロ始まって、始まったら分かると思う、注目してください、視聴者の皆さんにもツアーのついでに行った場所をコメント、お、うん、ツアーそうだよね、みんなもあの旅行感覚で来れるよね今回 ね絶対楽しいよね、北海道とかさ広島とかさ、もう来た人、どっか行った人を教えてください、あります、観光したりしましたか、福岡のなんとか浜行きました、どこどこあ、西武札幌ドームだって、札幌ドームいいね、いいね、野球ね、福島神社わあいいね、ユニバ多そう、確かに、あーいいね、ユニバもね、福岡多いね、福岡多いね確かに、うん、鹿児島行きましただって余談とこじゃん、おいいね、すごい、あでも北海道の市場行ったりしてる人もいるね、いや北海道はね観光していきたいよね、ね楽しかった本当に、市場、蓮華の家私東京住みです東京の在住してます、何食べました、やっぱご当地のものがね美味しいからね、めったに食べれないし普段って、北海道のさスープカレーがめっちゃ美味しかった、食べてないでしょ、あ言ってたね、うち食べてない、2日とも食べたんだけどさ美味しかった、めっちゃ美味しかった、ちゃんと初めて食べたかもいやよかったよ、ウニ丼いいね、いいねウニ丼ね、梅じゃん、梅とおそろじゃん、おそろ何かとおそろっていうのやめてもつなべ、揚げもみじまんじゅう食べてね、マジで美味しかった、本当に美味しかった、私チョコがいっちゃ美味しかった、私ねお餅かな、お餅、うん、結構食べたわ、4つぐらい食べたかも、2日で食べた、なんか意外と重くなくてさ揚げてるのに、ね、分かる分かる、うん、美味しいって、あとかき氷、かき氷無限食べたよね、無限かき氷編マジで食べてた、1日に3回は食べたよね、うん食べてた、いちごがね美味しかったのよ、めちゃくちゃ、ね、みかんが美味しかったな、あとレモン食べたかったんだけどさ、レモン1日目しかなくてさ、そうだよね、うん、あと桃食べた、あ桃美味しかった、ね、美味しかった、うん、やっぱね桃美味しいんだよ、もう腹こぶし楽しみすぎる、あるよね多分、あそっか仙台か、確かに楽しみすぎる、毎年あるもんね、大好きなんです、腹こは食べれない、腹こぶしはうまいぞどんな味するの、どんな 味する、味しないとか
そんなわけないだろ。何がいいの？え？何がいい？なんかね、蓮香ね、うん、味のついたご飯が好きなの。ああ、なるほどね。だから炊き込みご飯とかめっちゃ好きなの。だからそのご飯に混ざってるっていうのがすごいね、うん、へえ、そうなんだ。うな重とかもそうだけど。いや食べてみ。いや食べれない、うん、食べたことない。食べてみなよ、本当に美味しいんだから。あれ、仙台のおすすめグルメなんかありますか？仙台ご飯の出汁がうまい。そう、本当にそう。へえ、そうなんだ。え、なんか去年さ、めっちゃ海鮮焼いてたじゃん、うん、覚えてる？うん、海鮮めっちゃ焼いてなかった？あ、あったあった。あれあったらいいな。ホタテバター食べてる、ね、ホタテね、あれ美味しかった。めっちゃ並びすぎて一生手に入らないの最後の1個ぐらいあったよね。うん、そう、本当にそう。でもね、楽しかったよね、去年。楽しかった。お祭りみたいになってたよね。なってた、なってた。あ、明太重食べたわ。うん、食べた食べた。飛行機で食べた。飛行機で食べた。なんか飛行機でさ、あんま食べないじゃんご飯。うん、あ、食べていいのかなってさ。なんで？隣がタモミだったんだけどさ、うん、めっちゃ 目合わせて、どうする？なんで？食べてないんだけどって。うち食べたよ、すぐ。食べてた？うん、なんか私の周り全然さ、食べそうな人いなくてさ、じゃあ、うん、せーので食べようかって言って開けて食べて。何してんだこの人たち食べましたよ、ちゃんとね。飛行機はね、一生アニメ見てる。私もネットフリ見てる、うん、なんかね、やっぱさ、国内だとさ、うん、割とどこ行くにもそんなに長くないじゃん、うんうん、飛行機って。だからなんかあんま寝れないんだよね。なんかあんまり、なんか極限まで疲れてないと寝れない人だから。あ、割とね、なんか眠いんだけど、じゃあ寝ようってなった時に寝れないの。うん、寝落ちが一番いいんだけど。私も飛行機あんま寝ないんだけど、今回気づいたんだけどね、なんか離陸の10分前ぐらいに急に眠気くんの。一緒一緒一緒。めっちゃ眠気きて、だって見てるもの閉じてもう寝るもん、いつも。めっちゃわかる。10分ぐらい。着陸もそう。着陸態勢に入ったほんの15分ぐらいの時に、うん、あ、間違えた、離陸じゃない、着陸だ。何を言うとるの離陸は全然眠くない。じゃあ一緒だ。一緒だ。離陸さ、目合わせてね、ずっと。あ、あった。なんか蓮香、梅、そう、さくちゃん、通路挟んで私だったんですけど、なんか2人とも私がこんな近くにいるの気づいてなかったっぽくてずっとやり取りしてるの。そう、 LINE で私隣の隣いるけど知ってるってそうで見て、そう、目合って、 そこにいるんだけどとか言って思ったより近いの。そう、ずっと笑ってんの、それで。でさ、飲み物買ったじゃん置くとこなくて冷たすぎて手凍っちゃう。そうそうそう、手凍るとか言って、それを LINE でやり取りしてたらあの、うちここにいるんだけど気づいてるってレイン来てほんまや、ニヤニヤしてたよね。めっちゃ面白かった。楽しかった。離陸はワクワクする。わかる、めっちゃ好き離陸。いいよね離陸。うん、飛行機で眠る方法。あ、なるほどね。アイマスクとイヤホン。なんか長時間だったら寝れるわ、私。うちも寝れる。別に 寝たいわけでもないんだよね、別に。うん、なんかアニメ見たいし。でもね、車ではやっぱ寝たい。うん、車で。でもやっぱ長時間じゃないとアイマスクできないからな。なんかあんまり、あのさ、市場行ってからさ、空港まで結構あったじゃん。あった。もう爆睡、ね、うちも大爆睡大爆睡かましてた気づいたらもうついてたもん、空港に。空港にすぐついてた。めっちゃ寝てた、ね、本当に。めっちゃ寝てた。なんか大型バスって寝れるよね。わかるわかる。旅行みたい。あ、耳ね。え、うちあんまやられないんだよね。私ね、頭痛くなる時があるんだよね。耳もたまに。なんでだろう、集中してるからな。うん、でも体痛くなるね、確かに。寝たら機内サービス受けられない新幹線はあるね、それ。
足がだるくなる、わかる。足の行方あるよねそれ。ん、足が、うん、むくむってことでしょ。ああ、むくむね、うん、確かに。年単妖術見てますか。もちろん見てます。ハイキュー映画それな。話変わっちゃった。スリッパ、スリッパそんな変わんなくない。なんかだってサンダルだいつも。私もサンダル。でもね、もう全足全体がほんと重くなる。あとさ、飛行機ってさ、うん、飛ぶとき荷物置かなきゃいけないじゃん、うん、私さ床に荷物置くのめっちゃ嫌なの。めっちゃわかる。大きいカバンだったからさ、置かなきゃいけないな、どうしても。直前まで抱えるんだけどさ、やっぱ言われるじゃん。言われるよ。置いてくださいって。え、わかる。と粘るんだけどやっぱダメで、だからなんかいつも思うの、うん、あのビニール袋とかなんか持っといた方がいいなって。うん、わかる。嫌だよね、下に置きたくないよね。そう、嫌だから北海道はめっちゃちっちゃいカバンで行ったの。うん、そしたら置かなくて済んだ。確かに、年間よりちっちゃかったもんね。そのために。なるほどね、だからずっと抱えてたのこうやって。いや本当にね、あ、めっちゃわかりますね。床抵抗あるよ ね。私も絶対嫌なの、床に置くの。電車とかもさ、いや、嫌だ嫌だ。普通にこの辺とかも。キャリーってどうしてんの。何がさ、外から帰ってきてさ、拭くじゃん、うん、キャリーの車の部分、うんうん、あれをさ、なんか拭いても拭いても拭いた気になんないの、レンカ。あ、でも私は拭くけど、こうやって玄関があるじゃん、ここ、うん、ここ靴置いてて、ちょっと段差あるじゃん、うん、でここにコロコロが来るように置いてる。あ、なるほどね。ギリギリ床にこっちに上げないぞ。リビングまで持ってかないんだ。持ってかない、全部玄関持っていきたいんだよね。玄関で広げるとらさ邪魔じゃん。邪魔だよ、だから。いや、マジでどうにか潔癖。新聞紙、なるほどね。あ、あれなんか、あれはゴミ袋とかさ。あ、なるほどね。大きい45リットルの、はい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 、あれたまに敷くかも。潔癖気味、私潔癖気味です。うん、わかる。新聞とかないんだよね。新聞ってさ、実家はめっちゃあったから。実家はある。なんか普通にあるもんだと思って。うちはないんだよ。新聞紙なんて手に入らない。そりゃないよね、取ってないから。取ってないんだから。実家ってあるよね。なんか新聞のさ、ありがたみ感じるよね。わかる。新聞紙ってめっちゃさ大事だったよね。わかるわかる。本当にそう。なんかさ、私もさ、この前瓶割っちゃってさ、うん、でもいつも新聞紙包んでる、うんうんうん、でもないの。だからロー君のトイレシート借りてた。ロー君のトイレシートです。いや、あのね、わかる。てかさ、小学生の時とかさ、うん、新聞紙必要なあれとかあるじゃん。たまに学校に持っていく、うんうんうん、牛乳パックとかさ、うんうんうん、そういう新聞紙って確かにないよね。だから将来絶対取らなきゃいけないんだね、新聞って。潔癖具合、潔癖ってでもさ、人によって多分基準全然違うんだろうね、うん、謎にこれ平気なんだよねみたいな多分あると思う。分かる分かる。私は、うん、自分の周りなんかベッドとか乗れない、外から帰ってきたそのまんまで乗れないし、絶対スリッパ履いてる足じゃないと乗れない。スリッパ履いてる足、床をそのまんま歩いてる足だと乗れない。なるほどね、うん、なるほど。ソファーとかはいいんだよ別に。ソファーはいいけどベッドは絶対嫌だ。あ、ほら、ね、そういうのだよ。綺麗な状態で絶対乗りたい、ベッドがね、うん、だからそういうの、そういうの、そういうのあるよね。だってさ、ベッドもソファーも本来同じなわけじゃん。うん、分かる。でやっぱ寝るところは綺麗で痛いみたいな、うん、そういうのがさあるんだよね。オリジナルルールね、分かんないよね。まあ、でも潔癖もこだわりだからね、言ったら、うん、別に潔癖って思ってないかも。マイルールみたいな感じじゃない、うん。全然関係ない質問来た。何何キャリーバッグ何色？青。水色みたいな。私クリーム色。そこは気になっちゃったね。気になった。どうしてもキャリーの話してたから。レンカのキャリー大きいんだよね。私のキャリー大きいの。3泊分ぐらい。そう、あれ多分1週間分ぐらい。1週間いけるよね。あのね、それしかないの。なんかちっちゃいの実家にあって持ってくる来ないから。私もう2つしかないの。あのサイズか。
もう2週間ぶりの、わかる、なんかちょうどいいの欲しいよね。海外公演行った時にさ、めっちゃ長かったの覚えてない？なんか1回さ、1週間ぐらいの行ったの、上海じゃない？そう、上海か、あったあった、めっちゃ長かった。そのためにめちゃくちゃでかいの買ったけど、それ以来使ってないんだよね。もったいなさすぎる。お二人が飛行機乗るときに必ずいる、あ、飛行機、飛行機は別にないかな。イヤホンかな。あとネットフリックスをあらかじめダウンロード。あ、そう、マジで大事ですよこれ本当に大事。私もこれでもかってぐらいダウンロードしてる。絶対こんな見ないだろうっていう数ダウンロードして。でも意外とこういう機会だから見てみようと思って見始めたのがハマったりするから結構いいですよ。ホテルを快適に過ごすために持っていくものはあります？パジャマ？うん、パジャマと、私あとバスタオル。バスタオルは持ってかないわ。私ホテルのバスタオル使えないんですよね。なんか荷物って、あ、でもキャリーでかいからいい。そう、キャリーでかいから入れられる。入んないわバスタオルまでは。でしょ、バスタオル 2,3 枚持ってくからね。入んない、入んないそれはそのキャリーでいいわ。あの顔用のちっちゃいタオルも持ってくからねそう、あとまあパジャマと、あとあの使い捨てのスリッパ、うん、あると便利です。うん、なんかさ、たまにさ使い捨てじゃないとかあるもんね。そうそうそう、だから使い捨てがいいなっていう人は自分から持ってっちゃったわ。なんか嫌だった、めっちゃ、あ、これこのタイプかって思った、ね、使い捨てがいいよね、うん、移動中は何の曲聴きます？曲聴かないよね、デンって思う。私聴かないよ、ね、イヤホン刺さってるだけで、ね、なんでしてんのと思うもん曲聴いてないのに意味わかんないマジで。なんか聴くんだよ、聴くけど、うん、1曲とかしか聴かないから、もうそれで終わっちゃうの。なんで1曲聴いても、特にハマってる曲が1曲とかしかないの。え、意味わかんないマジで。ないからそれ聴いて終わる。え、その気持ち本当になんかお気に入りリストとかないの？ない。プレイリスト？ない。だってその曲の気分じゃないんだもん。マジで不思議だわ、うん、不思議だよね、うん、私はいろいろ聞いてます。ボカロが多いっすかね。レンカは一生イヤホンしてるよね、うん、私音楽聞かないと本当気が済まない。なんか本当にイヤホン忘れる時とかこの世の終わりみたいな感じ。いや、それは私も嫌だなんでだよ、一曲のためにさ我慢しろよこっちは 何十曲も聞いてんだ面白すぎですよ本当にニミセン、ニミセンじゃん確かに。なんか落ち着くんだよねずっとしてると。まあでも一人の空間みたいになるからね。あ、ジェットコースターは平気ですか？あ、見たそれ平気です。あ、平気じゃない、別に平気じゃない、なんか楽しめる程度のものじゃないと無理。あ、なるほどね。そんなに得意な方じゃない連れてきたいな長島。うん、耳栓でいいじゃん。いや、一曲は聴かないとダメだから。一曲聴かない耳栓だとダメなんだよ花火やった、やりました。花火やった、やったね、やったやった。お仕事ですけど。どこでやった？私はどこだっけ、忘れちゃった広島か。広島で花火やったの見たって人いるんだけど。どういうこと見たって？え、やってたよ私。仕事以外で夏っぽいことした？うち本当にデンと一緒にあれ遊びに行ったことしかない。あれ、ね、あれだよね、あれ。本当にそれ以外ないかも。え、私もかも。あれが一番夏っぽいよね。ね、なんか友達とかさ、地元の友達とか結構花火とかしてて、うわいいね、海行って花火したい。めっちゃよくない？うん、めっちゃいい。スイカ割りしてたな、鹿児島行ってた時は。毎週、毎週じゃないよ、毎年めっちゃやるやん、スイカ割り飽きるやろ飽きるやろ毎年やってたな。やったことないの、スイカ割り。楽しいよ。本当にないの。本当に毎年毎年やりたいって言ってんだけどさ、めっちゃ楽しい。なかなかやる機会がないんだよね。海行って砂浜で
うわ最高、目隠しして、そう目隠し、うわやりたい毎週やばい、毎週やばいでしょやりすぎじゃんスイカ割りが趣味な人、月5月5パワーワードすぎ、趣味やん、スイカ割り月5です趣味趣味これから書くよ趣味に、スイカ割り、うわハロハロ食べたいな、うん、はい食べてね、食べたね、美味しかったよ、めっちゃ、ちょっと寒かったけど、寒かったっけ、うん、そんなに暑い時期じゃなかったよまだ、うわーいいね、一番荷物が多いメンバー、うん、わかんない、みんながどんぐらい持ってきてるか知らないんだけど、わかる、でも私めっちゃお土産買っちゃう帰り、あお土産なんか多くないな、え、なんかさ病気なのかなって思っちゃう、え、でも梅もめっちゃ買ってない、梅も買ってるよね、うん、なんかれんかさ、でも福岡はそんな買ってないって言ってたの、梅なんかさ、多分あげる人が、え、自分で食べるってこと、なんかわかんない、それも、あ、これ買おう、だからポン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 入れちゃってこんなんなるの、なんか病気なのかなって、れんか本当にお土産、レンカは買ってないよね、あんまり、うん、いくらとレンカもキャラメルしか買ってない、本当に帰りの荷物めちゃくちゃ重かったんだけど、お土産買わないな、なんかもう昔からなの、無駄にお土産買っちゃうの、修学旅行とか行っても修学旅行は確かにね、なんか本当に何も考えずに買っちゃうの、え、じゃあ空港で買ってないの、レンカ、え、空港で買わないよ、そうなんだ、なんか飛行機で食べたいお菓子とか買って、ああなるほどね、あんバタさんめっちゃ美味しかったな、あんバタさんかあんバタさんかどっちですか、いやうちも分かんない、それあれめっちゃ好きなの、買って帰ったちゃんとあんバタさん、あんバタさん、どっちも違って、え、嘘でしょ、それはないよ、最初のイントネーション、アンバタさん、アンバタさん、アンバタさん、あ、何々さんと一緒なのか待って、めっちゃおもろいの見つけちゃった、何でもない、後で言う、アンバタさん、あ、これか、だってアンバタサンドってことでしょ、そう、だからアンバタさんじゃない、アンバタさんだよね、うん、アンバタさんか、うん、アンパンマンのイントネーション、アンバタさん、アンバタさん、ああ、あのさ、イントネーション問題って切りないよねマジで個性言ったと下げるんだよねイントネーションなるほど、ありがとうございます、教えてくれて、では、はい、早速次の企画に行ってまいりたいと思います、はい、その名も乃木坂46共通点ビンゴ、イエーイ、このコーナーはちょっと見せた方が早いな、じゃん、こんな感じで 3×3 のマスの用紙にそれぞれ自分が思う楓との私たちの共通点を書いていき、うん、見事一列でもビンゴを揃えることができたら、成功のゲーム企画です、真ん中は3期生という共通点がすでに書いてあるので、それ以外の共通点を8個探して書いていきたいと思います、はい、じゃあ早速ね、え、マジで難しい気がするんだけど、8個って難しいね、あ、1個思いついた、あ、1個思いついた、え、一緒かな、困ったらコメント、あ、でも、あ、え、みんなはなんかわかるかな、え、これ一緒、一緒かな、でも確実なやつを今思いついたの一緒、いや、わかんないでも確実だと思う、私も、え、もう一個は何だろう、確実なやつをここに並べたいな、うーん、何だろうな、あー、あー、そういうのでもいいのか、うん、なるほどね、
確かに。あ、人間とかダメらしいよ。人間とか女性とかはダメなんだって。皆さんウメの子供子供じゃないのよ。え、むずいね。え、難しい。あと5個かも。なんだろう。え、めっちゃ難しい。わかんない。レンカどうしよう。お、1個見つけた。え、マジ？うん。ほら、一個画面見てよ。画面、画面見たらわかるよ。え？わかんないか。え？わかんないんだけど。結構ガチでわからんす。ごめんごめん。声でかくないよ、レンカたち。今見た。声でかいね。でかいと思われがちじゃん。まあでも仕事してるときは確かにうるさいかもしれないけど、楽屋ではねボソボソ喋ってる。楽屋でボソボソ喋ってるよね、マジで , 笑ったときはうるさいかもしれないけど、うん、どんぐらい？めっちゃボソボソ楽屋は。楽屋もう周りに多分何喋ってるか聞こえてないと分かる。ねえねえそうそうねこれ見てとかマジでそれ笑ったら確かにうるさいかも。笑ったらなんかこういう感じになっちゃう、ね、急に何みたいな。そう、しかも止まんないの。止まんないの。二人とも一生笑い続けてる。やっぱね違うんだよね、お仕事してる。リリアとかがうるさそうって。そう、リリア声大きい。リリアとレノが声大きい。あ、確かに全部聞こえる。何話してるか分かる。あのめっちゃ席離れてるのに、うん、全部聞こえる。分かる。話してる内容聞いてほしいのかなって思う。本当にそのぐらい全部聞こえる。そう、かわいいの。ずっと声大きい、昔から。え、全部埋まったの？うん、あと4つなんだろうな。うーん、精神年齢子供？そうかな。そうでもないよね。そう見えるかもしれないけど、うん、意外とそうでもないよ。え、てか本当に精神年齢子供な人っていないよ、グループに。うん、みんなしっかりしてるからね。埋まってなくても余裕埋める努力をしろって何かが好きとかか。なんだろうな。久保ちゃんは静かに野球観戦当たってる？当たってる。野球観戦してるけど別に静かずっと喋ってはいるよね。うん、クリスティとかとずっと喋ってない。いつもクリスティと隣。うん、あーあー、あと2個。みずきは誰と隣なんですか？リリアが多い。リリアか、うん、そうね。余談は意外と寝てる？寝てないよね、あんまり。いや、余談も意外と話してたりするよね。うん、余談は葉月といつも隣、うん、あの二人の空間ってなんか不思議で面白い。なんかさ、かわいいよね。わかる。ほんとかわいいよね。なんかよくわからん話で盛り上がったりしてるよね
与田の爆笑とかあんま見たことなさそう、ファンの人。あー、ないかもね。めっちゃ爆笑してる時あるよね。うん、ある。顔真っ赤にしてさ。わかる。それもね、みんなと笑いの沸点がちょっと違うの。そう、あとたまにね、顔真っ赤にしながらめっちゃ煽ってくる。あ、そう、あるよね。こうやって。え、そう、あるの。写真撮ったからどっかに乗るといいな。え、すごいよ。与田の印刷には出しといた。ほんと？与田の煽り方すごいね、100% だよね。すごいね、写真撮りたくなっちゃう。そう、やっぱね、仕事してるとやっぱなんかどこか入っちゃうんだよね、スイッチが。うん、素をね、見せたくないわけじゃないんだけどね、やっぱりモードがあるからね、お仕事も。わかる。だからファンの人が知らない一面がいっぱいあるんですよ、まだまだ。うん、待って、あと2個ちょっと、みんな話戻ってみんなお話戻して。体力ないです。ああ、確かに確かに書けばよかった。ちょっと足しとこう。目が悪い。目悪い？うん、めっちゃいい。だよね。そうだよね。1.5。すごっ。羨ましい。でも絶対落ちてる。左目が1.2とかになって
なってたのをこの間知った。すごい、 1.2 でもいい方だよ。じゃあ小学小中学生のあの健康診断で出てきたの、それが。ああそうなんだ。ええー、と思って、うち両目 1.5 だと思ってたから、ずっと強 1.5 とか。でも目いい、1はあるんじゃない、まだ。すごいな、いいな。お前勝手に度を変えちゃった。えコンタクトの 1.5 はめっちゃいいとは言わん。え、そうなのなんでだって1でもめっちゃいいじゃん。え、そうなの、なんで2以上ないとダメなんだろうね、多分。え、2なんてあるの。いや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 、あの 1.5 めっちゃいいと思います。 2なんてある。やばい、マジで 1.5 めっちゃいいと。ごめん、こんな笑ってえ、めっちゃ、ごめんね、めっちゃいいと思いますよね、 1.5 ね。1.5 いいと思う。 1.5 より上の人連が出会ったこと、こちとら 0.03 だぞ。それは悪すぎそれは悪すぎ。やばい、やめっちゃおもろいツボなんだけど。うちこれからよ、え、うちあ目良くなくて 1.5 なんでめっちゃ嫌だ。いいじゃん、いいやんってなるよ。いいやんツッコミ待ちやばい、めっちゃおもろい。やばい、私なんだろうな、わかんない。マジでおもろいな、マジでおもろいやん。え、コンタクトのマイナス 3.0 はどんくらいですか、視力。わかんないわ。千里眼教えてください。マジで。そう、お姉ちゃんとかは視力あんま良くないのにな、私だけいいんだよ。 0.3 ぐらい、なるほどね。 0.3 だって。廉価と1も差がある。でも1ありゃさ、普通に生活してて大変なこと一つもないよ。じゃあ普通にさ見えるの、スタンドの上の方の人とか。見えるよ。すごい、スケッチブックに書いてるやつとか見えるよ。だがんね、それはすごいな。だからなんかこう見てて、うん、なんかエアハグしてとかはーってやるけど、多分向こうはそこまで見えてないんだよね。あ、逆にね。そう、なんかさ、めっちゃさ上の方にレス送ってるけど気づいてんのかなって思いながらいつもやってる。あと1個なんだけど、むずい。終わった。なんだ、岩本家は私とお父さんがいいのかな。それママたちはあんまり良くないか。見えるよ、私は。見える見える、上の方まで見えてますよ。スケッチブックとかめっちゃ見やすいよね。見やすい。スケッチブックにレス書いてる人とかめっちゃ見やすくて、あのこれ意外と知らないかもしれないけど、黒い文字が一番見えます、うんうん、なんだかんだね、うん、白の背景に黒の文字が一番見えます。シンプルが一番、なんか照明とかに影響されない文字の色です。え、あと一個が分かんない。うちわとスケッチブックだったらスケッチブックの方が見やすいよね、うん、でも名前のうちわだったら全然見えます、うん、楓とか蓮とか。でもやっぱシンプルよね、うん、なんかさ、おっきいうちわにさ、うん、一文字でさ、うん、蓮っていう漢字だけ書いてる人とかさ、うん、もうすぐ見つける。蓮、すぐ見つかるよね。あ、蓮かだ。楓とか一文字だもんね。楓めっちゃ見つけやすい。そうじゃん。ただうちわになんかレスのやつを書いてあるとちょっと見にくいかも。確かに。え、無理だわ。あと一個なんだ。タオルも見えますよ。タオル意外と見えますよ。岩でもいけるって。岩でもいけるね。岩って子が入ってこない限り私は岩です。岩でもいけるらしいですよ、皆さん。いいね。
レンカお父さんに似てる。私ママとパパにそんな似てないんだよね。私お母さんにめっちゃ似てる、うん、マジで似てる。あれ見たことある？ある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 。マジで似てる。ずっとわかんないんだよねそれが。マジで一緒だよ。サワーサワーいけないね。ごめん、佐藤のサワーちょっといけないわ。ごめんなさい。佐藤リカちゃんもいるもんね。そうそう、リカちゃんいるからね。オッケー。お、かけた？うん。ちょっとリップ塗ります。オッケー。え、じゃあデンからなんか一個あげて。はい。タオルって肩にかけた方が見やすい。いや、あの掲げてください。こうやってやった方が見えますよ、ちゃんと、うん、そうそうそう、見えてますから。めちゃくちゃいいよタオル。はい、タオルはね見やすい、ね、うん。オッケー、いいよ。あ、自信があるやつから。うん。一つずつ。じゃあ、レンカから言う？いいよ。オッケー。犬好き、犬を飼っている。お、あるあるある。イエーイ。じゃあ、なんか丸つけとこう。イエーイ。お、リーチ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 。じゃあ、次どうぞ。写真撮りがち。ホルダーに写真が多い。すぐ写真を撮り合う。おお、それそれそれ。イエーイ。うちらすぐちょっと写真撮りいかんっていうもんね。ね、いつも撮り合いっこしてる、ね、そう。だってインスタに載せてる写真ほぼレンカメラだもん、ね、そうだよ。私の名前書いてない時も大体レンカメラ。そう、レンカメラ。そうです。じゃあ、はい。アンダー座長経験者。あー、書いてない。うわうわ。この人やってます。書けばよかった。じゃあこれはなしです。書けばよかった。はい、どうぞ。好き嫌いが多い。偏食があるわ。あ、それそれそれ。よし。リーチリーチ。うちもリーチ。あ、ダブルリーチだ。あ、ダブルリーチだ。やったー。早生まれ。あ、はい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 、書いてる。はいはいはい。え、すごい。トリプルリーチだ。ん？違うな。フォーリーチ。え、うちビンゴだよ。フォーリーチ。私もビンゴ1個ある。イエーイ。イエーイ。どう？海んちに座りがち。書いてない。最近座ってないから忘れてた。確かに最近座ってないんだよね。書いてや。また居座りに行こうね。居候。いいよ。あ、近。うん。ペンライトに赤が入ってる。あー、ないない。うわ、確かに。え、うちあとなんか電書いてそうなのない気がする。笑いのツボが一緒。あ、笑いのツボが同じって書いてある。あ、ビンゴビンゴ。イエーイ、やった。え、あと一個言っていい？うん。え、あ、言って。え、今あれ言ってない？あれ、うちが、あ、うちか、うん、あだ名に2個んがある。あー、ないない。うわ、うちじゃあビンゴが3つ。もう1個いい？あ、2つだ。だってうちもう全部埋まったもん。あ、そうなんだ、うん、なんだなんだ。何書いたの？ちなみに前髪の分け目一緒。ほら、今日に限ったことやん。画面見てって言ったじゃん。あ、そういうことね。画面ってうち完璧かと思ったわ。あと、うん、まあこれは私は微妙だけど、ゲーマー。あ、うちもそれさ、めっちゃ流れてきてさ、うん、確かにでマリカ好きだけど、ゲーマーって言うとさ、なんか違うかなと思っちゃって。ハマったらずっとやってる。まあまあまあ、けどうちミーハーとか書こうとしたけど。あー、確かに。でもレンカそこまでミーハーじゃないから。確かにレンカはミーハーなイメージ。私はめっちゃミーハーだよ。ちょっと難しかった。でも2つあります、ビンゴ。あともう1個あるの、うん、あまり泣かない。おーおー、もう確かにあんま泣かない ね。じゃん、2個。こう、こう、こう。まあでも結構良くない？
うん、2個ビンゴなったって割と上出来上出 来上出来こうイエーイ上出来やん。あーもらい泣きをする私めっちゃ。あてか感動する映像とか見たら100泣く。あ私本当にね。でもさ人前であんま泣かなくない？人前で泣けないんだよね。わかるわかる。泣きたくないよね。泣きたくないって多分脳みそが思ってるから出ない。わかるわかるわかる。まあライブ中とかはちょっと例外ですけど。はい。そんな感じ。はい。2つビンゴでした。やっとー上出来でーす。あ、え、これ斜めもありなんだっけ？え、ありだよ。あ、じゃあ3つだ。え、すごい。いいね。これ？おー、ほんとだ、3つじゃん。3つだ。おー、いいな。やったー。はい。意外と共通点はありました。やったねー。てな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 わけで。以上、乃木坂46共通点ビンゴでした。はい、じゃあ次の企画に行きましょう。はい、続いての企画は乃木坂それ正解。このコーナーは正解を決めてほしい様々なテーマを視聴者の皆さんから募集し、そのテーマに最も当てはまるそれ正解の答えを私たち2人で話し合って発表する企画です。これやったことある？ない。この間さ、たまみてやったんだけど結構なんか難しかった、うん、そうなんだ。テーマの例は夏の終わりに聴きたい乃木坂の曲や3期生で一番〇〇なメンバーなど乃木坂に関係があるものから乃木坂に関係ないものまで何でも OK です。 OK。 皆さんが私たちに正解を決めてほしいテーマをコメントでどんどん送ってください。お願いします。お願いします。じゃあ早速テーマを送ってきてもらいたいと思います。最近ときめき踊ってないね。踊ってないよ。去年のツアーやってたよね。去年ツアーやってた。懐かしいね。え、どんな、え、覚えてる？あの夜やったみたいなでね。そう、白の勝ちだよ。あと何だ？あと全然覚えてないの。え、あの V の字みたいになって、え、なんか一番白こうやって出てくるの。2番全然動かない。ねえ、カタローだよ。そうなんだ。そうだよ。覚えてないわ。覚えてる。サビは一緒？サビ一緒。まあめっちゃ来てるわ。忘れてた。忘れないで。え、むずい。でもこのダンス難しいかも。足とかややこいかも。でも結構確かに。失恋なら失恋ならレコーディング難しかったわ。失恋なら失恋なら。え、一番お風呂の時間が長いメンバー知らない？知らない知らない。マジで知らない。私ね、めっちゃ早いよ。私遅いよ、めっちゃ。なんか早く上がろうと思えば早く上がれるけど、なんかダラダラしちゃう。わかるわ。どう、お風呂で、お風呂でダラダラ。どこまでもめんどくさがりやでた。怠け者だから。なんか、うん、え、むずいね。支度が一番早いメンバー。うち見た、それ支度。え、なんだろうな。支度3期って比較的マイペースな子が多いからな。ねえ、梅とか。梅か。梅でもなんか、あ、早いよねってなんないかも、あんまり。あー、わかる。なんか早い時はみんな早いし。確かに。なんか時飛ば。楽屋で一番静かなメンバー。でもそれで言ったらヨダかな。確かに。なんかテンション上がった時はうるさいけど、そうじゃない時は基本なんかぼーっとしてる。ヨダか。眠そう。玉美とか。
あ確かに静かかもね割とね。うん、なんかあった時は喋るけど。うん、私生活が謎なメンバー。え全体で？乃木坂全体？私さくちゃんがめっちゃ謎だ、ね、あうちもさ謎すぎてさよく聞くんだけどさ何もしてないですってよう言うんだよ ね、 なんかえベッドの上で座ってますって、ね、何してんのってなんか食べないのって言ったらなんか野菜とか焼いたりしてえって言ったら美味しいですよとか塩とか言うからなんか食べないよってなんかそれさ前年賀から聞いたけどさなんか聞いても想像できないの。いや面白すぎてうちねえ、さくちゃんってマジで面白いですよ。みんなが知らないさくちゃんがいっぱいある。マジで面白いですよ。あの子スーパーとか行くのかな行くからあんでしょ野菜が想像できないんだけど面白いね、うん、面白い。聞いてみよう。私も物少ない。物少なそう、うん、一番独り言多いメンバー。独り言リリアじゃない。あリリアだね。ああそうかあでいつも携帯見ながら言ってます、うん、てえこれ何とか言うよね。あーびっくりした言わん言うえマジかなんか反応してほしいかなって思っちゃう。そうでもないね。そうでもないんだよね。なんか言ってほしいときはねレンカちゃんって言ってくるんだけど。確かに確かに。あの人レンカちゃんなんだよね。うんレンカちゃんだよね。マジで面白い。リリアで面白いですよマジで。うん独り言すごい。かわいい。かわいい。想像つくって。あつくんだ。一番携帯触ってるメンバー。あ見た今。レンカじゃない？うち？うん。うち？うん。あうちか。一生触ってるもんな。確かに。触ってるかも。何かしらをずっと見てるわ。うん。iPad 置いてね。あそうだ。iPad でずっとつけてる。その好きな配信のあれを。だって楽屋にいないのにずっと流れてるもん。ずっと画面動いてる。だってさ止める必要ないもん。そっか止める必要ないもんだって戻ってくるもん戻ってまた開いてつけるもんだってめんどくさいじゃん。気性が荒いメンバーとかいたら嫌でしょ。嫌でしょ。いないでしょなんでさそれで聞いてどういう反応するの。それが気性荒いんだって見てみ。それがもし自分の推しだったらもう嫌じゃない。気性荒かったら質問すること考えてちゃう。いないいない。気性荒いメンバーはみんな穏やかです。気性荒いって何、はい、そんな人いないよ。一番 VTuber うちとあやとリリアですね。うんイヤホンつけて見てますさすがに片方でもちっちゃい音でつけてない時もある。うん早起きが得意なメンバーたまみ。たまみか。あと梅。梅ね。毎週月曜日早起きだもんね。でも与田も得意ってよく聞くけど。あ、そうなの。朝起きれるらしいあの人。あ、そう。見えないな。なんか勇気朝起きれんだよね。得意そうに見えないってよく言う。確かに。だって朝からなんか作って食べたりしてるぐらいだから。確かに確かに。余裕持って起きてんのか。無理だもん電化そんな。ね、私も無理だ。無理だよね。うん。一番引きこもりなメンバー全体で誰だろうね。全体で私生活知らない。3期生限定。あでも3期限定だったらクリスティとか吉田蓮華。うち外出ないかな。私めっちゃふっかるだわ。ふっかるだよね。うん無理。ライブの次の日とか MV の次の日に朝からどっか行っちゃう。無理無理無理。誘われた梅に誘われて無理無理。なんか来なかったしこの前うち行かなかったよね二人に誘われたけど無理だもん普通に無理。マジで引きこもりです。でもめっちゃ遅刻してく私が
いやそう本当にそう遅刻します。遅刻するけどなんだかんだ来る人、蓮香はもう来ない人。来ない、行けない行けないもん気力がない。起きれないね。前日はちゃんと行ってんだよね、絶対行くって。えでも行く行く、行けたら行くか。うん、行けたら行く、行けたら行く。来なかったら来ないで絶対来ないやつ行けたら行くは来ないやつ。本当にね無理。なんかね外に出るっていうそのあれがめんどくさいっていうかね。まあわかるよ、夏はさいちいち日焼け止め塗んなきゃいけない。本当にめんどくさいんだけどね。やだ、楽屋にいないメンバー、みんないるくない？アスカさんとかさ、え、いるやん。そう、他の部屋行ったりしてない？たまに。え、いるよ。この前他の部屋で見た。でも結構みんなメイクの時間とかバラバラだから。確かに。みんながいる時間は確かに直前ぐらいしかないかもな。メイク短いメンバー？ハズキじゃない？ハズキだ。ハズキ本当に短い。でもあっという間に終わっちゃう。あっという間に終わるもんね。メイク前と変わらない人いなくない？ん？メイク前と変わらない人。変わらない人？みんな変わってん。うん。確かに。あ、前とね。入りとかあるし。確かに。何？ん？なんか言ってたじゃん。なんか言った？言ったよ。この前。あ、この前ハズキさ自分でメイクしてたよ、ね。あ、そう。珍しく。クリスティのあのメイク借りて、レンカもちょっとやってあげた。ね、涙袋めっちゃ良かった。え、そう、うん。やってあげたの。めっちゃ可愛かったのに、めっちゃ可愛かったのにその後ちょっといろいろあって、うん、崩れちゃって。あ、そうなんだ。え、そう、え、そうだったじゃん。ああ、確かに確かに。崩れちゃって、あのせっかく今日可愛いメイクしたのに。なっちゃったことありましたね。いや、あの日の涙袋めっちゃ良かったよ。ピンク入れててね。うん、私もやったもんその後。あ、帰りね、すぐこれいいと思ったね。じゃあそれ貸して。それ後でもうちもやりたい。レンカのメイク借りがち。借りがち。ラメとか。ラメね。うん。ちょっと次も入れさせて。そう。いいよ。ちいかわメンバー、ちいかわって今流行ってんの？何ちいかわ？ちいかわ、かわいいのことをちいかわっていうの流行ってんの？え、知らない。ちいかわってキャラクターじゃないの？キャラクターだもあるけど、なんか流行ってんのかな？え？流行りとか知らん。私も知らん。なんか山下がよくちいかわって使うんだ。は？それ山下ワールドじゃないの？山下？え、ちいかわってこれだよね？そうそう、これだけど。このね、キャラクターだよね。え？ちいかわって言います？可愛いってことを。え、聞いたことないぞ。え、なんかよく言われるんだよね。よくなんかさ、ロン君の写真なんか送るとさ、ちいかわって書いてくるんだよね。え？そう、かわちいの逆でちいかわって言ってるんだよね、多分。え、そうだよね。ああ、そういうことか。だよね、そうだよね。はい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 、合ってんのかな、はいはい、あ、なるほどね。ちょ、わかんないわ、もう。私もついていけないね。カワチーがさらに進化しちゃったんだ。そういうことか。うん。へえ、むずいね。流行りってなんか、手間に過ぎ去っていくからさ、うち流行ってるもんだと思ってさ、うん、やってたらもうなんか終わってた、終わってるってことがようあんだよね。うん、あるあるある。え、もうそれ遅えよって言われて。嘘でしょ。これは？え、そう、うちそれやったの。うん、こうやってそしたらもう遅いらしいよ。え、そうなの？遅いって言われた。まだやるよ。やるよね。目つぶっちゃうもんね。楽しいじゃん、なんかなんかさ、テンションハイな時にこれやったらさ、なんかバカみたいになれるから楽しいよね。うん、楽しい。なんかやっちゃうんだよね、なんだかんだ。あやめん曰く古いらしい。マジか。あ、そうなんだ。
でもさ、ライブのボードでさあるよね、ギャルピーしてっていうの。いや、あるある、めっちゃやっちゃうね。遅い遅い言ってんだけど、みんな流行り知ってんの本当に本当にみんなが遅いって言うから遅いって言ってるんじゃなくて、じゃあ今何流行ってるか。そうだよ、教えてよ、教えて教えて、逆になんかポーズ教えてよ、流行ってるポーズ、うん、今何が流行ってるか教えて知らんけど、ほら知らんやん、知らんけど、知らんけど、おい知らんやん。猫耳のやつって何、何それ。ね、結構来るんだけど、猫耳って。猫耳どういうこと、何これ、何何、髪で耳、髪、ああなた方東京でしょうが。え、東京の人は流行り知ってるもんなの。 TikTok で流行ってる。あ、なるほどね、 TikTok か。見ないな TikTok、 わかんないな。バルシャンク流行ってるのバルシャンクか、ずっと流行ろうよずっと流行やった千北海道で。あ、キツネダンスは知ってる。領域展開、それはまだ流行ってんの。アニメ流行りとかじゃないから。そっかそっか、うん、ちょ、わかんないわ、知らん。また教えてください。うん、教えて。なんか流行りのポーズあったらさ、ボードに書いて。もうあやめちゃんに聞こう確かに今何が流行ってんのか。じゃあこんな感じで、ということで以上、乃木坂それ正解でした。じゃあ続いては、あ、私か、うん、じゃあ続いては質問返しのコーナー来ました。恒例のいっぱい来てるよ。こちらはですね、ショールームのツイッターに寄せられた私たちへの質問にこの場で答えていこうというコーナーです。はい、たくさんの質問ありがとうございました。ます、出演、間違えた、うん、間違えた。あ、出演メンバーをショールームのツイッターアカウントでお知らせするときに募集したりもしますので、これからぜひぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ行こっか。めっちゃあるじゃん。いや、だからめっちゃ裏もあるよ。いや、毎回増えてんのこれどん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 増えてるから。初めて見た、こんなにある時。そうだよ、もうね、こんなびっしり書いてなかったかね前じゃあもう答えてこう。はい、じゃあみんななんか教えて、教えて。2の3だって。 OK。 北海道では何を食べたいか聞かれた時、食い気味にカニと言ってたレンカちゃん、カニを食べられなかったの。そう、カニ食べれませんでした。カエデは食べたね。カニ美味しかったです。2の17難しい。何も考えず今叫びたい言葉を叫んでください。ゲームしたい。ロック。3の2 3の9。1,2,3,4,5,6,7,8,9。レンタンに質問です。レンタンが最近の若い子ってすごいなと感じたことはありますか。え、あ、でもなんか大人っぽいなと思う。うーん、混ぜてる。なんかメイクとかもさ、なんかプチプラじゃなくてさ、デパコスみたいに使ってたりさ。あ、そうなんだ。してて、プチプラの時代終わったの。中学生とかでも多分メイク、うん、コスメもらったら嬉しいんだと思う。中学とか一回もメイクしたことなかった。うちも中学自分でメイクなんて全然しなかったから。え、なんか逆にさ大変そうだね。え、そうだと思う。やだ、めっちゃそうだと思う。だってさ、何もしなくてよかった時代があったわけじゃん。でみんながするからさ、しなかったらさ、うん、した方がいいのかなってなっちゃうじゃん、ね、そう、それだって週5でしょ学校は。そうだよ、だから大変じゃん。なんかすごいなって思うし、なんか前髪とかもさ、やっぱ、まあ、今の流行りもあんだと思うけどさ、それこそ前髪なんてもうめちゃくちゃ重かったじゃん。わかる、ノリだったよね。みんなもうなんかアイドルみたいな前髪でさ、なんか崩れないプレイの仕方とかさ、もう中学生でそういうのやってるからさ。すごい、そんなのしたことない。もうなんか
なんかちょっと張り切る、なんか体育祭の時とかはちょっと張り切るけど、ね、それ以外ってさ全然何もしてなかったよ。だからすごいなって思いますね。大変だね、肌のケア、お肌のケアとかすごいと思いました。次は、あ、ページはね5ページまでです。6じゃない？え？6だ。え、あ、そうだ、最初があるか。6までです。1の10。あ、いいよ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 。1の15お二人の得意な科目、苦手な科目は？もう科目っていう概念がもうさ、うちらないからわかんないなんだろうね。え、日本史、日本史得意。ちゃんと勉強してた時でんか、小学生までしかちゃんと学校通えてないからわかんないよ中学とかまともに学校行けてないもん。体育、体育、体育好き。小学生の時までだったら数学？うん、算数。算数か算数はめちゃくちゃ得意だったね。苦手なのは暗記が苦手だった。私物理がもう超嫌いだった。でも高校のテストはもう学校に行けてないわけじゃねえか、うん、だからその分かんないのよ、自分で解く問題って。もうだから暗記問題で点数を取らなきゃいけなかったから、暗記をめちゃくちゃやって、もう全部90点台だった。すごいすごい。そう、暗記は今は暗記の方が得意だと思う多分。暗記ね、なんかこの仕事してると覚えること多いじゃん。うん、確かに。だからな、覚えることはすごい多かった気がします。はい、6-3、身ぐりで緊張せずに話せる方法。でもこればっかりは難しいと思う。レンカも絶対人によっちゃうよね。うん、でも緊張はするよね。でもさ、私たちは結構さ、多分フレンドリーな方、誰とでもさフレンドリーな方だからさ、なんか向こうが喋れなくてもこっちから話せるよね、うん、全然こっちから話しちゃう方です。多分さ、それが怖くてさ行くの躊躇しちゃうみたいな人もいるだろうね、うん、めっちゃわかるその気持ち。確かに。でもね、意外とね行ってみるとね、そう、あ、こういうもんかってなると思う。まあ人によるけど、一回来てみて、うん、来てみたらマジでわかると思う。だってなんか、ね、ヤッホーだよね、いる、うん、ヤッホーって入って、で名前もついてるから、何々ヤッホーとか。でもし喋れなそうだなと思ったら、あの、今日何食べたとか、うんうんうん、どこ出身とか、うん、同じ、そう、学生だったら今夏休みとか、うんうんうん、なんかいろいろそういう質問してるから、もしねそれに答えてくれたらね、いろいろ弾むと思うな話、うん、全然ね大丈夫だよ。緊張するよね、誰でも緊張はするから、最初はね楽しもう。はい、5-2、5-2、おしゃれをするときに一番心がけるポイントは何かありますか？自分の骨格に合った服を選ぶこと、うん、最近はそうだよね、うん、でも一番大事だと思う、まあ、着たいものを着るのが一番大事だけど、うん、もしこうパッて見たときに似合ってるなっていう、その見た目、外見を気にするのであれば、うん、それが一番、自分が何似合うかっていうのをまず知ることが大事だと思います。うん、私はレンカによく聞く骨格もさ、レンカの診断じゃん私って。なんでなのそれも。肌の色もなんだけど、なんでなのそれも。うち性格じゃないと思うけど、うち。いやでも多分そうじゃん、うん、まあ、だからたまにレンカにスクショ送ってね、この服私に似合うと思う。でもさ、本当にレンってそうでさ、服もそうだしさ、あの家の家具とか送ってくるのこれうちの家に合うと思う。なんか私って本当想像力がないから、そうそうそう、この色にこれ足したらどうとかも全く想像できないの。めっちゃ聞いてた。だから全部レンカに。そう、でも、あ、これの方が家広く見えるんじゃないとか言ってこの色の方がいいよとか言ってあれはテレビ台はこの色だからこの色がいい、そう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 、合わせた方がいいよとか言ってでも私もそれにすぐ従うの。そうそうそう、あ、OK、ありがとう。そう、従うの。別にそれに逆らうことないから、そうそうそう、いいの、素直なの、うん、面白い、うん、3-3、写真撮るとき何かこだわりはありますか？これはレンカだわ。ありますよ、めちゃくちゃあるよね。まず画角、あの全身撮るときだったら、うん、あの携帯と地面がこうあるじゃないですか、うんうん、で携帯撮るときに
なんて言ったらいいの、この携帯の面とそうその地面が垂直になるように携帯の位置を置くの、うん、そうすると体のバランスがちょうど良くなる、うんうん、変に頭が大きくなったり足が短くなったりしないでちゃんとしたバランスで全身映るから、うんうん、マジでそれは心がけた方がいい。なんかちょっとこうなってると、うんうんうん、これは頭大きく見えるんですよ、うんうん、でこうなりすぎると足長すぎるから、うん、そうこうしてちょうどいい。そうレンカを見て私も最近うまく撮れるようになったね。うまくなったね私も。そうマジで大事。あと上半身から上を撮るときはちょっと引き気味で上の空間を多めにするように撮った方がいい。で風景は、うんまあ、これは好みだけど私は空を撮るときになんか空だけ写すんじゃなくて木とか電柱とか何かしら入れて撮るのが私のこだわりです。すごい確かにいつも電柱入れてるよ、ね、そう好きなの。そんな感じです。そんな感じ。演歌に教えてもらってください。はい私はカメラ大好きです。次は写真部作ったらいい、ね、めっちゃ作りたい。私入る。え本当入ってくれる、うん、だって私だんだん成長してるんだもん。え写真部とゲーム部作りたいの。あーゲーム部はちょっとギリギリかも。いやでもマリカーいける部門あいけるマリカーやろうよ早く。いいよ。あそうやろうね。そう新コース追加されたんだから。そう私その日にやったよ新コース。あれしょおもろかったよね。あそうアイスクリームめっちゃ楽しい、ね、皆さんアイスクリームめっちゃ楽しいからやってください。マジで面白いよ。次4の最後だって。4の最後。家で食べる冷やし中華はどんな具が載っていましたか。私食べてないな冷やし中華。卵とハムと、うん、めっちゃ普通だと思う。普通。あとそう前オールナイトでも話したけどこっちの地方はマヨネーズを。ああそうだったね。はい。きゅうり。あーきゅうり大事。次64 10 11 12 13。お二人のライブの日のマイルール。ライブの日のマイルール。食べる絶対食べる。ライブの日めっちゃ食べるよね。めっちゃ食べる。うちライブって痩せそうじゃん一見、うん、分かるライブ期間の方が太るようちはそう普段食べないから。私なんか大阪かどっか最初の方の公演でなんか全然お腹空かなくてほぼ何も食べずにほぼっていうかあんま食べずに出たらもうお腹空いちゃって本番中。ライブやばいよね。お腹空くよね。毎回あの下戻ってくるたんびにメイク直しでメイクさんにお腹空いた。レンカもねお腹空いた本当にすごい。メイクさんがなんか持ってこようかって言ってすいませんちょっとウィダインゼリー。あそうウィダインゼリー食べてたライブ中も10秒ぐらいで食べて結構ねあれ効きました。ウィダインゼリー下にねチョコとか飴とか置いてあるんだよね。でもねチョコも1回食べたんだけど全然何の足しにもならなかった。本当にお腹空くんです。頭ブロック終わったあたりぐらいがだんだん空いてくるんだよね。そう10秒チャージしました。10秒チャージ。はい続きマピテ1の15。うちもそれ見た。あれさっきやったやってないか。あさっきやったわ。すごい58にしろや。お互いがお互いの髪型を決めるとしたら何をしてほしい。最近アレンジめっちゃしてるよね。うんツアーはしてるかな。なんだろうな。してほしい。でもなんかやり尽くした感あるけど。なんだろう。私は。あ、私ハーフアップ好きだよ。うちの？うん。じゃあ神宮はハーフアップをやろう。おおいいね。うちもねハーフアップが一番落ち着くんだよね。うん似合う似合う。なんかおろしだと熱いし。でもかといってあげるってなるのもうんって思うからハーフアップがちょうどいい。そうして。電話ポニー。あポニーするする。ポニーめっちゃ好き。
久しぶりあんましてないじゃん最近、うん、でも福岡でやったらやっぱめっちゃ涼しいしさ踊りやすいしさ、そう本当にいいと思う、やっぱ神宮でやるわって思って、はーい。え、高め低め高め高め、夏らしく短いかもなんか毎回切ってるからか。6の9。あ、6。西郎や自由に節理を決めていいって言われたら1曲目に何を披露したいですか？1曲目ね、大事だね。1曲目大事よ。なんだろう、1曲目大事だね。なんだろう、いつのライブかにもよるよね。そう、夏だったらやっぱ夏曲がいい、うん、盛り上がる曲がいいけど、そうじゃないんだったらなんか意外なとこついてもいいかも。乃木歌とかあ、初っ端から締めようとしてるでもさ、かっこよくない？かっこいい乃木歌、かっこいい初っ端乃木歌、かっこよくない？え、なんだろうな、なんか普通な表題じゃないのが面白くない、うん、表題じゃないのが面白いと。なんだろう、三駒さんの卒コン、確かに、うん、なんだろうな、自分じゃない感じてってってるってえ、でもむずいな。あ、確かに空扉とか綺麗かも。ああ、錆びたコンパスめっちゃいい。え、いいいいね、綺麗綺麗綺麗、大好きなんだよね。なんか爽やかに始めたい。わかるわかる。1曲目ってさ、4期生のさ MV 見た？見た、めっちゃ良かったよね。え、サムネさ、ガールズルールみたいなって、ね、あ、めっちゃ良かった。あれ4期生だよ、5期生じゃなくて5期生でしょ。4期生見た。あ、4期か、あやめちゃんのやつか。そう、あ、可愛かったね、あれね。あれね、うちもやりたい。あれ監督がね、錆びたコンパスの人なんだって。そうなの？そう、めっちゃ良かった。え、振りもめっちゃ良くない？ねえ、振り良かった。振り可愛いよねなんかさ、リハ映像見せてもらってたの、うん、眉にめっちゃいいなと思って。なんか可愛い、レイちゃんとかがさ、今回振りなんかすごいんですよねって言ってたけど、 MV で見たらめっちゃ良かった。え、全然、うん、てかああいうのがやっぱいいんだよね。鬼滅曲ってかめっちゃ良かったよね。4期のなんかイメージに合ってた、うんうん、キラキラして。私たちのね、まだね、私たちね、もう大人になったから、ね、そう、私大人だから今日ね、そうね、公開される音源がね、いい曲です。もういい曲、こんなんだよね、こんなんだよね雑めっちゃいい曲だから。いや、マジでいいです、本当に、うん、めっちゃ好き、私も好き。楽しい、楽しい、かついい。そう、踊りそうになっちゃうけど、まだね、踊れないね。そう、まだ踊れない、ね、あ、でも、こんな感じ、みんなも一緒にできんじゃないみたいな。ね、一緒にできるね、あれがね、うん、あれできるよね、あれできる、うん、声出さなくても大丈夫、ね、そうです。いや、アップテンポ、いや、でもなんかアップテンポ、私たちはもう大人なの。いや、でも、うん、ちゃんとこういうのがある。まあ、あるあるある。なんかアップテンポですとか、なんか、うん、しっとり系ですとか言えない、そういうジャンルじゃない。わかる、今までの3期曲には全くない感じだよね。めっちゃ好き。というわけで期待値上げてこうよ。え、大丈夫？大丈夫ですよ、そんな。何言ってるんですか、ね、上げまくっても大丈夫。期待外れなんてことないから。絶対好きだよ。そうですよ。いい曲でした。歌詞ね、好き結構。歌詞いいよね。歌詞普通に、なんか。歌詞めっちゃいい。素敵だなって。なんかまっすぐだよね。うん。いい曲です。期待しかない。もう期待しといて。めっちゃいい曲だから。そうです。4の6。1、2、3。1、2、3。4。全ツでより仲が深まったメンバーいますか？ん？誰だろうね。より仲が深まったメンバー。え？違うくね？あ、違う？あ、違うわ。最近の梅沢みなみさんの面白いエピソード4の4見てた、なんか分かんない。梅の面白いエピソード分かんない。梅ってなんかおもろいかんな、常に。そうなんだよね。なんだろうな。梅はそんな急に言われるとわかんないな、ね、あるんだよね、うん、常に。
あでもなんかよくいつかのあのうちわ受けモノマネ大賞のために、うん、よく梅とね、あの子ってああいうのやるよねって言ってあの見せ合ってメモってる、うん、やばめっちゃおもろいそれ梅多分めっちゃメモってると思う、うん、梅ねちゃんと持ってるそういうのだってなんかあるたびにあそれやろって言うもん言うね、うん、そういうところなんか真面目だししっかり者がゆえにおもろいみたいなところあるよねわかるわかるタオイとかもそうじゃない、うん、真面目だからなんかそこが逆にいいみたいな面白いみたいなありますねうちわモノマネねまあやさんがさあのいらっしゃる間にやりたいねもう一回なんか見たいよね私もね2個ぐらいめっちゃやりたいのあるのうちもあるのずっとメモってんだけど絶対共感できる私も絶対共感できるやりたいよねやりたいよねてかさリリアもさ、うん、結構僕の衝動とかさ やってたけどさ、うんうん、リリアのその普段の感じもねめっちゃ面白いのうんあれをやりたいのあやってほしいいいねやっぱね意外なとこをつきたいねあ私はねあの一つはねあの振り付けの人のやつ今やったよねやってたねあ分かったあれ絶対みんな感動するよねあれはおもろいあれやりたい早くあれ、ね、は別に同期じゃなくて乃木坂全体のメンバーが共感してくれると信じてる細かいやつでしょ私はその分かる分かる分かるじゃあ続きましてはい次はあそう白目の先生あそうですそうです面白いですよ2の7こっちかこっちか漫画などに出てくる必殺技で使ってみたいものはありますかわかんない私、ね、ワートリのユーマのあーでもなでもさなんかさ必殺技とかさなんだろう私ハリーポッターの魔法使いたいな魔法うん魔法学校アクシオアクシオあ魔法学校行きたいって言ってたよねでもずっと行きたいよ私今でも行きたいってあんま諦めてないからマジおもろいんだけど調べたことあるしそうでしょ、うん、日本の魔法学校みたいななんかね出てきたけどあれ本当なのかな本当じゃないかあーおもろすぎだろいやなんかねいろいろありすぎるけどねやっぱそれなりのなんか代償みたいなさうんあるからちゃんとそこまで考えてうちそれが怖いの何も考えてないわそこまではなんだっけシャーロットっていうアニメがあるんですけど、うんうんうん、あれ見たらね分かるとじゃあ続きましてこれやることあんのかなこれから先え今どんな振りこれ今えあんやばい何も踊れないいついつ踊るか分かんないめっちゃこれ勉強してるから、うん、めっちゃやってるからもう踊れないな6の5実家に帰って家族との時間は過ごせましたか実家帰ってないの帰ってない帰ってないよ帰ってない帰りたい続きまして3の7私3の7だった さっきの同じだな次11来週はデンちゃんの地元愛知でも全国ツアーが開催されますがお二人の地元でこれだけはどこにも負けないというあごめんレンが地元そんなあれだわあんまりあれだわ面白くないわだれどこにも負けないうん、暑い暑さ鹿児島でいいうん、いいよいや、別にないわないかい
なんか難しくない？わかる。え、でもね、暑さは絶対負けない。いや、マジで暑い。名古屋やばい。名古屋やばいよね。もうね、油断しちゃいかんよ、うん、太陽そこにあるもんだって。そこ太陽近いよね、なんか太陽から一番近いのかなみたいな。マジで名古屋暑い、本当になんかジリジリする。わかる。もうなんか皮膚がはぁ、なんかいるだけで暑いよね。そう、本当にそう。あと風も熱風みたいな。それで言うと鹿児島はそうでもないわ。いいよね。意外となんかそんな暑くなさそう。そう、あの緑いっぱい。芋けんぴ食べてね、みんな名古屋行ったら。食べる。めっちゃ美味しいから。吉芋の名古屋駅でも買えるから。1-5。うん。ちょっとわかんないわ。ごめん。3-1。あ、もう。なんで。3-9。あ、一緒だ。お、すごい。一緒じゃん、全く。4-7。同じ数字ばっかりや。この間のオールナイトニッポンのくぼちゃんあるあるのようなお互いのあるあるが聞きたいです。なんだろう。では、うん、さっき言ったからな。でもね、さっきと似てるよね、うん、なんだろうな。あー、わかるわかる。何？机散らかりがち。あー、私？違う？私？うん、でんじゃね。そう、あれ一緒じゃない？あ、共通点の話なのこれ。違う。何言ってんの。あれ、レンカはそうじゃなかったっけ。レンカはそうでもなくない？そうでもないか。だってゴミ捨てるし。ゴミ捨てないじゃん。いや、私さ、北海道めっちゃ綺麗だった。何言ってんの。北海道限定なの。ゴミ袋あったから、ね、だからじゃん。私は多分メイク道具が一旦めっちゃ広がる。あ、でもそれ以外は、うん、バッグもちっちゃいしな。バッグちっちゃいよね。うん、散らかんないわ。4-16。でんちゃん的に今までで追加されたマリオカートの新コース。あ、さっき言ったアイスじゃん。アイス、アイスめっちゃ楽しい。あと任天堂城がめっちゃ楽しい。うん、もう意味わかんなくなるけどめっちゃ楽しい。スプラトゥーン3買いますか。買いたい。5-1。はい。おはぎはあんこときなこどっちが好きですか。きなこ。きなこ。あ、でもね、ごまがめっちゃ好き。ごま好き。大好き。2-11。ねえ、しろや。お二人の好きなスポーツ。バド。うん、一緒一緒。66。僕が手を叩く方への曲中でのお二人の決め声。え、まだわかんないな。うん、まだ言っちゃダメだよ。そうだよ。で、まださ、カット割りとかもわかんないでしょ。わかんない、やったことないもんね。僕が手を叩く方へ、私たちが手を叩く方へ、皆さん来てください。2の下から3番目。おー、いいね、それ。最近の山のフラミンゴエピソードない。何フラミンゴエピソード。ないよ、まだ撮ってないの。どういうこと。あ、違う違う、まだライブしてないからわかんない。その、撮られてないから。 MV はあるけどね。 MV も公開されんのかな、じゃあもうすぐ。そういうことなんじゃないね。1の一番下、一番好きなじゃがいも料理は何ですか。
フライドポテト。肉じゃが。うん。好き好き。6の4の3って何？6の4。3文字目？3文字目かな。6の。国。国か。国。なんだろう。やっぱ日本かな。日本かな。一番最後。あ、ん？なんて？一番最後？5の最後だって。あ、ちょっと違った。なんだって？最近起こった奇跡はありますか？最後っぽいなんか。あんのそれ？え、ないよ別に。ちもないよ。ないの。質問答える気ないよ。ないよ別に答え。17。それ答えた気がする。ないっけ？わかんない。1の20は難しい。にしろやと今日、あ、え、今目の前に豚肉とじゃがいもと玉ねぎと人参があります。何の料理を作ればいいでしょう。あ、豚か。豚肉とじゃがいも、分かった。ハンバーグ。ハンバーグ。ハンバーグ。やばい、いつものテンション出ちゃった。素で過ぎる。え、何がいい、何がいいと思う。なんだろう。なんだろうな。ミネストローネとか。これが私いつもの格闘ノリで。本当しょうもないな。私しょうもない。やめて、本当に。皆さん本当しょうもない。ああ恥ずかしい本当に。やめて、これはみんなに見せるもんじゃないから。そう、ごめんなさい、こんな最後に。うちらだけで完結するものですから。もう酸素が足りない。ね、やっぱ酸素回ってきてないもん。頭に。本当にね。マジしょうもない。本当にごめん、しょうもなくて。しょうもない時間ってでも楽しい。いつもしょうもないゲームしてんの。してるよね。矛盾ゲーム。矛盾ゲーム。じゃあ矛盾ゲーム1個だけ言って終わろう。いいよ。あと頭痛い。頭痛いから走ってくる。暑いからそろそろこたつ出さなきゃ。やばい、笑い方出た。やばい、楓の普段の笑い声が出た今。こんな感じ。矛盾ゲーム皆さんもやってみてください。本当にね、脳死してる時に結構楽しいよね。やってるとマジで疲れた時にやって楽しいよね。わかるわかる。そんな感じで、はい、エンディング、エンディングいきます。質問してくださってありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではそろそろエンディングのお時間です。今から感謝を込めて上位の方のお名前をお呼びしたいと思います。はい、まず10位。リカ言いなよ。はい、ははるみ、はるみ、あとれんちゃん、ツアー毎回髪型可愛すぎてありがとう。おめでとうございます。はるか、どうぞ。たくみ2号さん、かえで推し、ありがとうございます。長浦アット、岩本れんかちゃんから全通でレスをもらって2メートル飛びました。ハート、ありがとうございます。すげえ飛ぶじゃん。じゃあ次は3メートル目指してください。お、頑張ろう。ことこと、アットマーク、ずっとれんかちゃんが憧れです。レッスンもらえて飛びました。めっちゃ飛ぶやん。飛んでってみんないないんだよね。多分アンコールとか会場にいないから。そっかそっか。
あれしか。ねね、あとれんかちゃん、私のこと好き？ちなみに私は好き。言っちゃったです。ありがとう、チェルミッツさん、アットマーク、れんかちゃん北海道公演最高でした、なまら好きだべさん。うわ、なまら、サンキュー、なまら、なまら。みなちゃん、過去でんちゃん推し、ありがとう、ありがとうございます。あ、私か。みっくん、アットマーク、先生頑張れるメッセージください。ファイト、ファイト。ありがとう。いわちゃん、あと佐藤さん、選抜復帰おめでとう。どういたしまして。一人で完結しちゃった。おめでとう。おめでとう、おめでとう、おめでとう。どういたしまして。よかった、よかった。あ、読みなよ。あじたくや、あとれんかちゃん 100% かと思い。かわ、悲しい。じゃあ 100% かと思いを 99.999% かと思いにしてあげます。おお、いいこと言うじゃん。いいこと言うじゃん。ここで乃木坂46からのお知らせです。乃木坂46真夏の全国ツアー2022開催中。次は宮城行きます。お、もうすぐです。8月31日水曜、乃木坂46 30枚目シングル好きというのはロックだぜ発売。そしてですね、ここ重要です。本日深夜1時からの日本放送、乃木坂46のオールナイトニッポンにて8月31日発売の30枚目シングル好きというのはロックだぜに収録される3期生楽曲僕が手を叩く応援が初オン。これは聞かないかんよ、みんな聞くんだぞ。絶対だぞ、絶対だぞ。はい、そんなこんなです、はい。そして次回の乃木坂ニャンバーワンは9月14日水曜日の19時から生配信の予定になります。次回のメンバーは追ってお知らせするのでツイッターなどでチェックしてくださ い。また次回の配信を見逃さないためにも画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきます、うん。見に来てくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。残念ですが、そろそろお時間です。あと3分わ、あと2分になった。僕が、僕なんて略すんだろう。え、それさ、言ってたよね。僕たたとか言ってたよね。言ってたっけ。言ってた、言ってた。て、え、違う、何がて、て、あ、てで、あ、みんな手聞いてね、手聞いてね。ダメだよ、うちらが言ったらさ、ほらそれが本当になっちゃうかもしれないから。 それはね、また後々決まるかもしれないので。僕おてて僕おてておてて叩くの、僕おてて叩くの、これから。うん、よかったな、スクショだって。どこ見てん、真ん中。え、自分のカメラ閉まってた。何言ってんの。嘘、カメラのレンズ見えてた。もしかして。ロック、あのですね、ロックの振り付けがちょっと変わってめっちゃロックになったんです。さらにロック、ロック増し増し増したよね、うん。一昨日ぐらいにちょっと変わったので、仙台に来る皆さん、ロック、イエーイ、ロック度注目してください。ロック度が 100% から 200% になった。なんかさ、ちまちゃんがさ、うん、舌出しちゃうかも。ロックすぎ、そう、ロックすぎて、ロックすぎて、振りがロックすぎて舌出ちゃうかも。もう 歌えず舌出ちゃうかも。かわいい、面白かった。面白い。え、4万2000人だって。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ファンの人はじゃあこうやって頭振ってもらって、うん、みんなヘトバンしてもらって、そう、ヘトバンしてもらって、私たち舌出す。どんなグループ乃木坂です。面白い。はい、早いね。もう4万3000人だって。ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。嬉しい。じゃあこの後の私たちの曲も聴いてください。はい、ではそろそろお時間なので終わりたいと思います。以上、乃木坂46の山本蓮香と佐藤楓でした。バイバイ、またね。ロックだぜ、イエーイ、バイバイ。